横山一平横山一平から1932年6月10日は、江戸末期から昭和初期の実業家、政治家。加賀藩の世襲画廊である輝かの一つ横山家の一族の出身。家門は丸に左万字。衆議院議員、君四等。江戸時代末に、加賀金沢藩の輝かと称された世襲画廊である横山氏の一族、金沢藩氏。 横山隆造の次男に生まれる。明治10年に東京に出て、実業や政治、言論の場で活躍。とりわけ捕鯨業においては、日本の捕鯨法が旧式のため、ロシア等の外国船のナスがままに資源を取られ、国益を損なっていることに憤慨し、日本の国家の最善の利益のために資本を集めて、近代化を図る必要があると考え、旧地の海軍少将。 船木太郎を社長に、自らは、専務取締役として大日本捕鯨会社を設立。その後、長州出身で、同じく捕鯨の近代化を図っていた、岡重郎の東洋漁業株式会社等と、大同合併し、明治42年3月に、東洋捕鯨株式会社を設立。当初は、岡が、大正十二年一月岡の死後は一平が自ら、社長として、事業を拡大し、 日本の捕鯨業の近代化を進めその基礎を築いた。また、旧地の福知大地王知らと共に、大阪の中心地、梅田に、西洋風の外観の劇場、大阪歌舞伎を建設し、落とし公園で旧代目、市川段十郎の、初めての来藩を実現して、話題を呼んだ。金沢においても、本家当主の横山貴俊や、一族の流行、小桃が、石川県で、 横山工業部などの諸事業を成功させ、金沢は横山で持つとも日本の三大鉱山家族とも称される石川県随一の経済力を有するようになったのと手を携え、金服鉄道取締役や横山高都市、ららとの共同による金沢電気機動の設立や成挙直前まで二度に渡り、社長を務めるなど活躍。 その他日本各地や朝鮮半島において幅広く、活躍し各社の社長を歴任した。また、初期には、公爵最西郷継ぐ道ち、死尺、品川矢次郎の参上を得て、議協官を設立しその会長となったり、明治37年、第9回衆議院議員総選挙に、千葉県選出で当選し、衆議院議員を一気務めるとともに、同郷の評論家、 三宅節礼や三宅を介して中野聖号と遠赤関係にあり、一平自身の思想的、政治的活動への関心も高かった。妻の春及びミノルは明治文化研究会の主催者の一人で、明治維新史等の研究で著名な法律家、歴史家のお竹武氏の姉妹である。武氏は、その長子である春とその夫、一平の支援のもとに金沢を出て、 東京での収容に努めた様子が伺える。春の創生後も、横山一平と、おさ武武氏との関わりは深く、一族での写真や、自宅も近くであり、一平の長女のと子が、渋沢栄一の紹介で、宇治元大蔵に読めす際、際宇治元化の求めに応じて、横山家の優勝を称すために、武氏が筆を取ったと伝えられる。四谷霞ヶ丘町15番地に、 西洋館及び日本館からなる屋敷を構え、昭和7年に同地で成居、去年71。没後の昭和12年1月30日からは、同郷の林千十郎内閣の祖閣本部として用いられ、その際の邸宅周辺の写真や一族の様子が新聞記事に見られる。ABCD 横山家墓所にある横山家墓子には、高三井に皆は、 一平金沢藩士、横山隆造の次男市政後法少総上行日露、戦役当時衆議院議員たりまた、ミノル業界にありては、東洋捕鯨株式会社社長として、各国捕鯨事業の基礎を築く、その他金沢電気機器同株式会社をはじめ、スータの会社社長として活躍昭和7年6月10日、ボス去年71と記されている。人事更新録においては、 文久3年生まれとし、ネット上には同様の例が多く見られるが、他の文献においては、文久2年とするものがある。成拠が昭和7年であることは、各文献で、おおむね一致し、金沢電気機動社長を公認に交代した経緯、及び時期と合致すること、また、一平の母子においては昭和7年に去年71で成拠したことが記されていることから、文久2年生まれとした。 ABC 横山家などの輝かは、正確には、職としての家老とは別に、加賀藩前竹中で最高位に位置づけられ、藩主名代としての活動などを担う世襲、固定化された年寄り十八夜の総称であり、いずれも一万国を超える大名並みの国高を有していた。藩主前竹の家臣であるので、幕府から見れば陪身であるが、徳川の三夜の五福家老と同様に幕府の、 武家官位授与の対象となり、例えば、横山家では、十五位下残城を守るなどに認じられてきた。維新後は、年寄り制度は廃止されるが、明治三十三年五月に、輝かすべてが、男爵に列せられた。本文中の、横山男爵家とは、この男爵位を世襲した横山家の本家着流を指す。ABB、佐竹武氏の筆によると伝えられる。 横山市警府省に、横山聖藩の高明天皇の、御子彦国をし子瞳子との後、おのの妹子に出つ妹子の、元孫三義高村七世の孫、相模横山に入りもと、利手氏、戸津二十世の尊長高前田俊家に死へし損害、次期三万三千国を、職死十一世、流平男尺を、十ケラル死流十一家、あり牛江門竜像を経て、一平に至りり、 真に一家を創立と記されている。明治31年2月に開場したが、翌明治32年1月に火事で消失し、以後再建されなかった。一平の罰子、勝子氏によると、本人はさらに選挙に出馬し、二期上務めたかった。ものの、周囲の家族から選挙に出ると家が潰れると、猛反対にあって断念した、とのことである。長男、和俊氏の妻の宿は、 三宅節礼の三女である。その姉、民は、中野聖郷の妻である。合否の裏面には、高志役員人井みな春明治3年3月22日生、金沢藩士、小佐竹康幸長女21年に嫁、一平君、地方寺慶大有福徳33年9月2一日、行くことぶき31歳、和俊と俊平山城俊子高子みな、 その出なり法有知人を渋祖東世博、ためがき母面、福地源一郎氏の、と記されている。ABC 去年から逆算した、青年とズレがあり、信頼のおける文献等による検証を要する。人事更新録にある、おさ武氏の千田ヶ谷町の自宅は、現在の外苑西通りを挟んで、四谷霞ヶ丘町の一平の自宅から資金である。また、 森王外の初期の歴史小説、津田城座衛門の中では、おさたけたけしさんは今、四谷区霞宮町に住んでいる。と紹介されている。宇治原太像6月24日から1920年10月8日。彦根の出身で、東京帝国大学法科から渋沢栄一の地域を、江手第一銀行に勤め、栄一の紹介により、一平の長女、とし子と結婚。 渋沢栄一の敗者記録には、大正2年12月25日の欄に、浅草、大松角で午後4時に、宇治元大蔵氏結婚披露との記載が見られる。大正9年に、四日市にて逝居、去年38。その長女、坂井恵子氏によると、大蔵は、一平の別荘があった静岡、清水の宮古島大あたりの海辺の松原の景色を好み、 近くに葬られることを望んだことから、三保の松原に近接して、最初の墓が設けられたという。明確な記録が現時点で見当たらず不明確であるが、旧加賀藩の養殖にあった不分家の一族と推察される。観音坂を降り今は、暗挙となった渋谷側の観音橋をそのまま東へ、伸びていた道路を挟んで初代の国立競技場と対面しており、一平の抜し 勝ツ氏によると、西洋館の2階から、中の競技の様子を観覧できたという、東京大空襲により消失し、後に、周辺一帯とともに収容され、明治公園となる。当時の当主は、一平の長男、和ズ氏であるが、宮城県庁に赴任中のため、邸内に余裕があり、林は、一平と同じく、加賀出身で信仰があり、近くの仙田ヶ谷町在住であったことから、 祖格にあたり依頼されて対応したものである。ABCDEFGHIJKLM、横山一平、人事更新録、第9範囲を14ページから15ページ。AB、議会制度70年史。第11、衆議院、参議院編、大倉省印刷局印刷。547ページ。AB、 北陸人物名館大正11年版115ページ。海ン、山田菊次郎くん、小林衆月編、199から200ページ。傍聴と鯨明治以降の展開。2021年4月3日閲覧。海ン、山田菊次郎くん、小林衆月編、206ページ。梅田の大阪歌舞伎、明治31年に開場した新築劇場。 藤岡舞、97から98ページ102ページ。1枚目に、横山家と小佐竹家の一族での写真。小佐竹武氏、人事更新録、第8版、ハット ABC 母碑に記されている。横山俊平、人事更新録、第14版下よ16ページ。塚本清次、人事更新録、第11版下二23から24ページ。 当初の墓碑名に記されている。渋沢栄一氏との関わりや墓面の書を表したことなどが記されていたが、改装の際に失われた。宇治げ家墓所の墓碑に記されている。横山一平、人事更新録。三般皇室の部、皇族の部、井信、部、のの部よ21ページ。山本淳平、人事更新録。第十三般下百163ページ。 ふわすけとし、人事更新録、第13番下布一ページ。福島偽造、人事更新録、第4版、風雲寺、東郷新寺、京都、南禅寺の別邸、里市水安、東京、半園に,に移築された、農部隊など、ゆかりの文化財として各地に残されている。ありがとうございます。